皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、簡単に手に入るものは宝ではないということについてお伝えしてみたいと思います。昨今の、若い人とかいろいろな人の状況を見ていると、早く簡単に、コンビニエンスストア的な感覚だと思うんですけども、早く簡単に手に入れることに価値を置いている人が多いような気がしています。でもちろんですね、めちゃめちゃ苦労して得るのが絶対にいいとも言い切れないんですけれども、その人にとってですね、例えばある程度夢を叶えるっていうこともそうなんですけれども、努力とかね、やっぱりこう少しこう自分の中でチャレンジをした先に手に入れるものっていうのはやっぱり難易度が高い分、その人にとって宝になるケースが多いんですよね。だから大切さが分かるとか大事さが分かるとか、そういう意味です。だから自分にとって宝っていう意味なんですよ。お金ばっかりじゃなくていろんなことで構わないんですけれども、経験値とか体験値とか、だから例えばそれをするためにどれだけ自分が思いを馳せて、そしてそれを手に入れたかっていうのが、イコール宝に近いような状態になっていくんですね。だから簡単に手に入るものって案外その人にとって宝じゃなかったりすることも多いですね。だから手にね入らなさすぎて気持ちが折れてしまうっていうのもよくはないんですけれども、すぐにはだから手に入るものではないっていうのを理解していれば、多少ね長くかかったとしても苦労したとしても、その分喜びが倍増になるっていう、そんな感じですね。なんかねよくないですか、あぶく銭はすぐなくなるみたいなねあの宝くじが例えばちょっと当たったよとかっていうのって、なんか自分がすごく苦労して手に入れたお金ではないから、パッと使うとやっぱパッとなくなっちゃったりとかねしますよね。それはそれで全然構わないんですけれども、だからあんまり苦労して稼いでないお金って使い方も荒くて雑だったりするとあっという間になくなっちゃったりとかねするんですよね。よくお金持ちの人の失敗談とかそういう話とかね結構多いですけどね、親からもらったそういうお金をねバサバサ使ってて、稼ぐ自分が100円稼ぐのにどれぐらい大変かっていうのがね後で分かるみたいな時に、お金の大事さが分かってお金をちゃんと使うっていうことを覚えていくとか、そういう話とかもあるぐらいなんで、それなりに苦労とかも伴う方が、その価値とかがね自分の中で重要、本当に重要なものだったら努力すればいいし、重要でないんだったら努力しなければいいだけなんで、その価値基準っていうものがねしっかり身についていくっていうのが、これからの時代は結構大事かなっていうふうに思ってるんで、逆に簡単に入りすぎなくて大丈夫、なかなか大変だけど手に入れがいがあるみたいなね、そんな感じでやっててもらえればいいかなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。